こちらにございます。テイソの除幕をしていただく方をご紹介させていただきます。上が市長、本田市総一郎。はい、向かって右側にお願いします。上田市議会議長、下村栄殿。はい、上田市教育委員長、城下敦子殿。お三方ともご準備よろしいでしょうか。それでは参ります。 1、2の3。お願いいたします。工事が竣工いたしましたので、建物を引き渡しいたします。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。確かに待っていただきます。受領書でございます。無事工事の方進行いたしましたので、引き渡しを提出いたします。関係者一丸となって、頑張りました。いいものできたと思います。本日引き渡しいたします。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、それでは受領書でございます。ご参加ください。承知しました。お願いいたします。多くのご協力いただき、無事竣工することができました。ありがとうございました。引き渡しさせていただきます。はい、お疲れ様でした。お願いいたします。関係者一丸となって取り組んでまいりました。無事に終わりましたので引き渡しいたします。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ご参加ください。作業員一同心を込めて作り込みました第4業設備引き渡しいたします。はい、どうもお疲れ様でした。よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、いただきます。作業員一丸となりまして、一生懸命保持していただきました。とてもよく発電しておりますので末永くご利用いただけると思います。ここにお引き渡しをいたします。はい、ありがとうございました。こちら建物の鍵となります。お引き渡しさせていただきます。よろしく。鍵をいただきました。私どもこれからしっかりと運営してまいります。よろしくお願いいたします。上田市長の本田でございます。
まずは待ちに待った日がようやく来た、そんな思いでいっぱいでございます。先ほども経過でご紹介ございましたが、平成24年6月契約をいたしました。本建設工事でございますが、2年ものの長期間に及ぶ大型工事でございました。工期期間中におきましては、東日本大震災の影響によります建設労働者の不足、あるいはこの天井の脱落事故発生による建築基準法施行令の改正に対応いたしまして、利用者の安全確保を第一に考え、大ホール天井構造の設計変更を余儀なくされたところでございます。お聞きしますと、この施工令改正されて新基準で施工した日本でも第一号というようなこともお聞きしておりますが、そのような設計変更をいたしました。また労務者の賃金、さらには物価、それぞれ水準などの急激な、変動への対応と、このようないくつもの困難も乗り越えてまいったところでございます。特にこの上田さんのですね、カラーマツあるいは杉材を大量に使って対応していただいた施設である、それだけに皆さん周辺見てもこの木のぬくもりあるいは優しさ、肌で感じられるものと思います。いよいよこの三島ミューゼが拠点として文化芸術によるまちづくりのためスタートをいたすという時が参りました。市民同様、私自身も大きな期待感を抱きながら、また楽しみにしているところでございます。文化創造元年と銘打っております。市民の皆さんが集い、大いにご利用いただけますよう、さまざまな事業を展開して、文化の香る創造都市、また文化の見える街づくりを進めていきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。本当に多くの上田市民が完成を待ち望んでおりました三島ミューゼ、本日竣工いたしまして引き渡し式を迎えましたこと、心よりおめでとうということで、私どもも大変喜びに対してございます。茂谷市長はじめ、プロジェクトをここまで進めてこられました全ての皆様、そして上田市民のお喜びいかばかりか、挨拶にあまりある本日、誠におめでたく心よりお礼申し上げます。振り返りますと、この広大で千曲川のほとりという適地を建設して用意されました茂谷市長はじめ上田市、上田市民の並々ならぬ文化への意思と情熱は、私どもが設計を進める大きな力となりました。私たちはこの広い敷地を存分に利用いたしまして、大半の施設を1階に集約配置した低層で伸びやかな建築としてバリアフリーに徹し、人々に優しい施設であるとともに、随所で大地の自然と直に接する安全で心地よい施設環境を目指して工事管理に手を傾注してまいりました。三島ミューゼ上田市交流文化芸術センター館長の宮川忠でございます。私からまずシンボルマーク制定にあたりましての経過を申し上げます。本施設は鑑賞から創造へ、文化を育て、人を育て、町を育てる、3つの育てる育成を基本に文化創造の拠点としてまいりたいと整備着手をして、ただいま建物の引き渡しをお受けをいたしました。これから私ども活動を開始してまいります。本施設は 4.5 ヘクタールの広大な敷地にホール機能を中心とする交流文化芸術センター、こちらは色を基調の色を赤としてございます。市立美術館、こちらはブルーを基調としております。
そして交流広場など交流施設の3要素で構成をしてございます。このような複数の複合施設について愛称を用いて市内外の皆様、アーティストの皆様などに親しんでいただきたいと昨年から愛称募集を行い、本年選定委員会によりまして1649件の応募の中からサントミューゼを選定いただきました。このサントミューゼに込められた意味は、富岡製糸場の世界遺産登録にありますように、この地もかつて産業で栄え、この蚕の都サントと呼ばれた時代がございます。この経済力によって上野の文化芸術がの礎が築かれたものでございます。そして太陽がさんさんと降り注ぐ、そして三つの育てる三、聖なる先祖の三と、これらの意味を持ちまして、ミュージック、ミューズヤン、そして文化芸術を司るミューズの、こうした意味を持ったサントミューゼという愛称を制定したものでございます。そしてこの愛称のロゴ、さらにシンボルマークを作ってはと愛称選考委員会の皆様から、選考委員でもございました国際的なグラフィックデザイナーである原田泰治先生にお願いしてはどうかと発言をいただきまして、原田先生にこの制作をご依頼申し上げました。原田先生にはこれまで本施設の建設にあたりまして、整備計画検討の段階から今までの展覧会の開催をしてきた、そうしたご経験も生かしていただきまして、市長アドバイザーとしてご指導を賜ってまいりました。本日は原田先生にお越しをいただきまして、デザインをお持ちをいただきました。皆様のお手元にもこれから出来上がったデザイン配合させていただきます。それでは発表させていただきます。スクリーンをご注目ください。でこのマークを作成をいただきました。よろしくお願いいたします。原田泰治です。サントミューゼのこうした素晴らしい建物の中でどんなシンボルマークを作っていけばいいかなということで考えました。実はこのマークなんですけれども、サントミューゼの S を使いまして、で上がですね、柳沢先生とご相談始めからしまして、美術館側がブルー、それから大ホール側のものが赤ということで、多目的な皆さん市民の集まるところが真ん中にありまして、その色で分けましてサントミューゼのマークを作りました。このシンボルマークというのは非常に難しいございまして、あまり難しくなくて一見見たらなかなか忘れられない、そして子どもでもすぐこうサントミューゼの文字をシンボルマークを思い出せれるような、そんなことで、マークを作りました。ですので、美術館側で使う場合にはこのブルー、そしてこのホールでいろいろ催しを行うときには赤のシンボルカラーを使いながらポスターだとかそういうものを統一していくということで、これは柳沢先生がこの設計をなさったときに皆さんも後で見学していただくと分かりますけれども、美術館側はブルー、こちらの大ホール側は赤という色が塗られていまして、それを基本に考えさせていただきました。S という文字です。そういう皆さんが集まって空間で楽しめるようにということでこれを作りました。これはどんなに小さくしてもどんなに大きくしても、皆さんにご使用できるようになっていますので、名刺だとかバッジだとか、それが大きな看板だとか旗だとか、そういうものに使っても全て対応できるように考えさせていただきました。僕としては本当に満足できた作品になったと思っております。そんなことで、シンボルマークの説明を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。宝塚歌劇団の公演についてでございます。
先月5月30日金曜日に、宝塚歌劇団から公式発表がございました。100周年を迎えました宝塚歌劇団、星組の全国ツアーが展開される中で、11月20日木曜日、このサントミューゼ大ホールにおきまして、昼の部、夜の部の2公演が実現をいたしました。この宝塚歌劇団の公演につきましては、昨年市民アンケートを取らせていただいた中でも上位を占めたものでございます。公演名は宝塚歌劇星組上田公演、演目は風と共にサリンでございます。主演は紅ゆずるさん、日時はただいま申し上げた日時でございます。合わせて宝塚歌劇団から発表されました入場料は S 席7300円、 A 席5000円、税込み価格でございます。この主催につきましては、株式会社テレビ信州さんをメインに、上田市サントミューゼ、私どもも共催をさせていただいて提供するものでございます。なおチケットの販売につきましては、これから詰めさせていただきまして、8月頃をめどに持ってございますが、この詳しい内容については決まり次第、私ども市の広報ホームページ等でご案内をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、ただいま私どもマスターキーも頂戴をいたしました。この週末に引っ越し作業をさせていただいて、事務所のを解消してまいります。もう一枚ペーパーをおまくりをいただきたいと存じます。これから貸し館の受付等すでに始まってございますけれども、週明け6月16日月曜日から、今までの南庁舎3階の仮事務所からこちらに移って業務を開始してまいります。お問い合わせいただくについては、この所在地については上田市天神3丁目15番15号、電話番号も明日以降入りまして0268272000番を代表番号として、市民の皆様からの各種の問い合わせ、そして受付をさせていただく予定でございます。なお、ご案内のように、外構工事がこれから本格化していくということがございますし、本体工事の現場事務所も明日以降から撤去が始まっていくというようなことがございまして、ご来場いただくにつきましては、常時、駐車場の位置が変わっていくというようなご不便をおかけをいたします。その都度ご案内掲示をさせていただきながら運営してまいりますので、どうかその辺も合わせて、報道をいただければありがたいと思ってございます。まずこのサントミューゼを拠点という市長の話がありましたが、市長として今後ですね、これを拠点に、先ほどの説明もありましたが、改めてどんなことがこの町で起きていくのか、起こしていこうと考えているのか、何をこれからここを拠点に作り育っていこうとしていくのか、大きな項目で教えてください。はい、いろいろな今の質問からすると、私は思いはいろいろあるんですが、このような大事業をですね、なす中で、この地域がどう変わるのか、どう変えなければいけないのか、そういう思いをまず考えて、おりました。で、こういったことをきっかけにですね、この基本理念の中に歌い込んである育成ということをまず掲げたいと思います。投資効果を、どのように表現できるかというのは、まさに今後次第であります。特にこの館、美術館の運営がどうなされるかによって、決まってくるんだと思います。
その中の一つの要素に育成が大きな意味合いを持っている。それはまずは人を育てる、そして町を育てる、当然文化も育てる、まあ、こういうことになります。とりわけその中でも人ということにおいては、子どもたちを大きく意識したい、いろいろ精神的に、子どもたちが病んでいる、あるいは元気がない等々、まあ、言われる世情でもございますので、こういう中でこの館、ホール、美術館等を使って教育委員会との連携をしながら、子どもたち素晴らしい感性あるいは想像力を持った子どもたちを何としても育てたいなと、そのことによって今あるさまざまな課題持っている悩み的なものも晴れてですね、そしてさすが上田の子だと、こういうふうにやはり言ってもらえるような子どもたちを育てたいというのが一番の根底にある願目でございます。で、3つ言いました。もう一つのその町を育てる、でこれは当然この地は中心市街地に位置しているゾーンでございますので、この中心市街地のよく商店街のことが課題になっています。で、こういったところにいかにプラスの効果を与えられるか、これも挑戦だと思いますし、周辺にある既存の施設との連携、これも町づくり、それぞれ町づくりしていく上にあって拠点から出前をしたり、こことの連携の中で新たな文化芸術分野を伸ばしていく、こういう視点で取り組んでいきたいなと思います。で、もう一つの大きなお題目として私は交流ということを挙げたいと思います。先ほど出た2年後の真田丸、 NHK 大河ドラマ、そして新幹線来年延伸、さらには大きなビッグスポーツ関係のラグビーにしろオリンピックにしろ事前合宿キャンプ地誘致、まあ、目白押しのイベントがこの地に関わるものとして出てくるわけです。で、一人でも多くの方に全国からあるいは世界からこの上田の地を訪れていただく際に、このサントミューゼが素晴らしい役割を果たす拠点となる、そんな強い思いでここを育てて今後も行きたい、まあ、このように考えています。まあ、進行ということで、今日の質問に差し入れるか分かりませんが、前回の市長選を含めて、市民の間に上田市にとってこの施設、132億円という総事業費、これはかけすぎではないかと、果たして、これだけの予算を使ってですね、作ることが必要であるのかという声は以前からありました。今日完成して僕も施設で会見 しましたけれども、市長として、市民の中にそういう声があったということについて、改めてどのように今考えていますか。はい、金がね、まあ、説明会100回以上行った中でも基本的な問題は常に課題としてございました。しかし私は常に言ってきたことは、その、財源的にですね、きちんと市民負担は軽減させて、そしてもの、を作り、何よりも投資以上のものをここで育てる、先ほど子どもと言いました、そして、未来へのやっぱり夢をつないでいくということにおいては、その規模がどうだこうだというのは次の、要するにそれが一番の課題じゃない中身ですよと、このことを強く言ってまいりましたので、これは2回の選挙を通して、私は自信を持っております。要するに多くの市民は私を選択していただいたということはご理解をいただいている、このように感じていますので、これからは中身の勝負でございますので、まさにそれで、どうぞ見ていてください。合わせてですね、多くの市民の皆さんの力をやっぱ借りていかなきゃいかんわけです。これはサポーターにしろ、ボランティアにしろ、ここの舞台で演ずる皆さんにしろ、
この輪がどん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 広がればですね、必ずですね、この投資以上のものが感じられていく、そんな街なんだよ、その施設なんだよ、そういうことを感じられるように我々も努力していきたい、まあ、このように思っています。下名前新聞中村と申しますが、オープンされてかなりこう豪華な演目が続き、でその公演代も結構高価なものになっていくと思うんですが、こう末永く続けるためにこう地元の方でも来やすくなる施設にするために、愛される施設になるためにどんな工夫されていくか一つ教えてください。本年10月2日以降多くの他でも違ったような演目が入ってまいりました。これは全国のアーティストの皆さん、またはプロモーターの皆様、また地域の皆様がこの施設に対する期待感があってのことで、マスコミの各社の提供をいただく演目も多数入ってまいりました。まずこの注目を今いただいておりますので、この10月からの演目の中で、まずこの舞台に立たれる皆様に満足感を持っていただくよう努めたい。それにはこの会場を埋めていただく観衆の観客の皆様に、やはり、アーティストを盛り立てていただくようなことも必要であろうというふうに思いますし、70名のボランティアの皆さんの登録をいただいた、こうした皆様の力と交流も必要であろうというふうに思ってございます。そうした活動を続ける中で、サントミューゼへ行けば、面白い、ワクワクする、または素晴らしいステージだよという評判を、全国に広めて、まず鑑賞というものは、そうした中で組み立てていきたいというふうに思っております。そのために、ここで拠点とする、劇団ですとか、アーケスト、オーケストラとか、こういったものにつながっていくようにしていきたいと。という部分がございます。それから我々はここのみで待つということではなくて、地域にアーティストをご案内して、地域の方々との触れ合いの中でクラシックですとかいろんなものに触れていただいて、サントミューゼへ行ってみようと思っていただく、またはその地域で子どもたちと一緒に作りながら育てていくということを繰り返し繰り返しやっていきたいというふうに思っております。それから市民共同ということで、市民の皆さんの関わりを多く持っていきたいということで、まずサポーターの登録をいただきました。この皆さんとは私どもこれから事務所に入りますので、一緒にこのステージのスペックなんかもご理解いただいて、一緒にやっていきたいというふうに思っております。そのためのアーツスタッフアカデミーというようなものも開講しながら、一緒に作っていく文化芸術をここから発信していくという取り組みをしていきたいと思っております。以上です。
場合によっては図録とかやがりとか物販を、ここで展開することもできるかと思います、ここもあの行かれる部が、どこにもありまして今日も行ったりすることも、開館記念の山本かなえのすべてちょっと近所はここはあの山本かなえの創作館内のブースにする予定で今準備を進めております。将来国宝とか重要文化財とかを、ここで展示することも、可能どころか、大いに、できるということでございます。